このチャンネルはタイの日経フォワーダー HPS トレードの提供でお送りしています。どうもこんにちは、イーノです。今回はコンテナ不足の影響によってこれから物流業界がどのように変わっていくのか、私の個人的な考えをお話していきたいと思います。昨年末にコンテナ不足の原因や影響を解説する動画を作成していまして、まだ見ていないという人のために概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。ここ最近の海上運賃の高騰はすごく大きくって、ルートによっては20倍までに値上がりしたという航路もあります。20倍は極端な例なんですけれども、ここ数年の海上運賃が低水準すぎたという見方もできます。実は過去数年で統合合併する船会社や倒産した船会社もあります。ここ数年では船会社はずっと赤字で運営しているところが多かったんです。そこで今回のコンテナ不足が発生して、この高騰しまくった海上運賃でも貨物を輸送する荷主さんは実際にはたくさんいます。このような状況を経験すると、船会社でも赤字運営をしていた以前のように海上運賃を低水準まで落とす必要はありません。なのでコロナが落ち着いてコンテナが市場に余ってきたとしても、コンテナの量は調整されると思います。そうなると海上運賃は以前のようには安くならないので、利益が少ないビジネスは続けるのが難しい。価値が高い商品でないと採算が合わない。製品によっては近場や国内調達の方がメリットが出てくる。薄利でもボリュームで利益を確保できる資本のある会社が結局強い。これらのようなことが起こってくると思います。海上輸送は世界のインフラです。現在のように運賃が高すぎるのもどうかと思いますが、安すぎて船会社が倒産してインフラ自体が使えなくなる、または競争が減って各国への船の便数も減ってしまうと、逆に納期通りに送れなくなったり、船会社のサービスが悪くなってしまうのも問題かと思います。何事も大切なのはバランスなのかなとも思ってしまいます。またコンテナの量が限られているので、コンテナを確保できないフォワーダーも生き残りが難しくなるでしょう。私の周りでも現在コンテナが確保できないフォワーダーは仕事がなくって暇で、コンテナが確保できるフォワーダーは仕事が集まって忙しいという状況になっています。荷主は貨物を送らなければいけません。この時に取引のあるフォワーダーがコンテナを確保できなければ、確保できる別のフォワーダーが選ばれることになります。そしてコンテナが取れない、まだ海上運賃が高騰しているので、海上輸送以外の手法で輸送を希望される荷主さんも増えています。なので現在海上の混載便や航空輸送に影響が出ています。タイにある弊社ではクロスボーダートラックの案件が増えています。特にシンガポールとマレーシアではトランシップ港として港が使われるので、混雑が大きな問題になっていて、タイからだとトラックの方がスケジュールが見えるので、そちらが選ばれるようになってきました。これまで海上輸送しかやってこなかったというフォワーダーが急にクロスボーダートラックの手配を依頼されても迅速な対応は難しいです。また輸入車も在庫を準備するようになり、倉庫を求められることもあります。その時に素早く適切な倉庫を提案できるかどうか、フォワーダーの営業マンは総合的な物流提案の実力が必要になってくるでしょう。私の個人的な感覚でもありますが、タイに関して言えばフォワーダーは非常に多い印象です。日系の運輸業者はバンコク日本人商工会議所に登録されているだけで約100社あります。その中でフォワーディング業務対応している会社も多いです。そして日系の製造業、商社業は登録されているもので約1150社あります。私がバリバリに営業していた時で一人で抱えていた顧客数は30社以上あったので、この数字を見る限りではタイでは日系のフォワーダーは供給型だと思えてしまいます。フォワーダーの仕事は日系やタイローカルも含めて少人数で始めることができます。これまでは物量が少なくてもコンテナを船会社から確保できていたので問題なく物流手配ができていたんですけれども、現在では取扱いボリュームが少ないフォワーダーはコンテナが取れないと聞きます。船会社の営業のマンパワーにも限りがありますので、ボリュームの多いフォワーダーの対応を優先しがちになるからです。ここで少し宣伝をさせてください。弊社のグループでは通常時で月間 5000TEU の物量を扱っており、複数の船会社といい関係があります。そのため弊社では大発のコンテナは取れている方だと思います。他の同業者さんがコンテナを取れなくって荷主さんから弊社にブッキング依頼があることも最近は少なくありません。また得意なのは海上輸送ですけれども、総合的なタイの物流手配を私自身7年やってきましたので、さまざまな案件にお答えできるかと思います。タイに支店がない日系のフォワーダーさんでタイからの輸送案件がありましたら、ぜひお問い合わせください。では今回の話をまとめますと、昨年下旬から発生したコンテナ不足から物流業界にもニューノーマルが訪れ、
以前とは全く同じようなコンテナ供給や海上運賃には戻らないと思います。まあこれはニューノーマルというか、ずっと以前に戻ったという感じでしょうか。なので荷主さんにとっては物流を意識したビジネスモデルが重要になって、またフォワーダーの実力や営業マンの提案力が重要になってくると思います。現時点ではまだコロナは収まるどころか逆に広がっていますし、その中でも自分ができることを考えて行動するのが大切なのかなと思います。今回の話は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯尾さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。